エリカ合衆国ネバダ州リノにある鉄道駅である。アムトラックが運行する列車、カリフォルニアゼファーとアムトラックの長距離、バス、スローウェイモーターコーチが停車する。カリフォルニアゼファーは、イリノイ州シカゴとカリフォルニア州、エメリービル間を1日1便運行している。西行きの次の停車駅は、カリフォルニア州トラッキーにある駅で、東行きは、 ネバダ州ウィネマッカにある駅に停車する。駅は、リノシが位置にある280ノースセンターストリートに位置する。線路は、ユニオンパーシフィック鉄道が、駅舎とホームは、リノシが所有している。駅には駐車場がない。線路はもともと、リノシのダウンタウン中心部を通過していたが、工事によって掘り下げられた。駅舎は1926年に、 サザンパシフィック鉄道によって建築された。同じ場所で1926年までに3度改築されてきた。1回目と2回目の改築はセントラルパシフィック鉄道によって行われたが2度とも火事により消失した。現在のサザンパシフィック鉄道の駅舎はバージニアトラッキー鉄道によって廃業になる1950年まで使われていた。駅舎は2007年。 リトラクというリノシダウンタウンを横切っていたホームと線路を地表から掘り下げる工事の一環で拡張した。駅周辺の発掘工事中にリノの資産物が発見された。中にはリノシでは不明なものもあった。発見品のいくつかは駅の待合室に展示されている。発掘されたものには消防署が用いた貯水層、地下通路、フリーメイソンの地下集会所、 馬やアメリカ先住民の工芸品や1860年代以前の便があった。過去にウエスタンパシフィック鉄道が北東へ数ブロックある廃止された駅に停車していた。2012年12月4日にリノ駅はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に認定されると発表された。ありがとうございます。